7月14日金曜日、今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。 日本放送アナウンサーの新尿一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です三、えー、連休を前にしての金曜日でありますそうですね今日ね頑張れば三連休だぞというところなんですけれども三、うん、連休の天気はなんとかなりそうなのかなそうですね今日ちょっと曇りということですっきりしないお天気になって雨があのパラパラと降ったりすることもあるんですが同、うんえー、日月とですね日差しのあるお天気に なりそうです。なるほど日曜日、月曜日がですね。うん、また、あの非常に厳しい暑さになりそうでして。日曜日が東京都心の予想最高気温三十七度。三十七度、体温以上、平熱以上ぐらいなんだね。月曜日。月曜日。 38度38度と今、予想では出てるんですおお、なかなか厳しいものがあるね、そうか、そうなん37度、8度か今日がが31度で、明日三32度ですから、なるほど、えー、ずいぶん変わるね、ずいぶん変わりますよね、そうか、これは外でいろんなことやるのは大変そうだなというね、<laughs> う<ん>ああ、もうどうせだったらあれだな。 パンパンともう上半身裸で焼きやるかぐらいの感じだよな <laughs> あれ審判の仕事が審判ないんだけど普通に練習あるんだよねあ<ー>あ 審判もあるかもしれない、ひょっとしたら練習試合が配れるかもしれないみたいな、<何>そういえば、<laughs> そういえばそんな告知が来てたな <laughs> って、ね、っ,っそうなんですよ、ね、あの皆さん、熱中症、気をつけましょう。はい、くれぐれも本当にお気をつけて、この週末に向けてっていうのは、ですね、あのー、それこそね今日は何の日みたいので調べると、いろいろアニバーサリーが出てくるんですが、番組としてお知らせしなければいけないのは、えー 劇論有楽町サミットイン東京国際フォーラムで作ったグッズの受注販売でございますそうなんです受注を今お受けしているんですけれども、はい、7月16日日曜日の23時59分までになっております日曜日から月曜日に日付が変わる直前まで受け付けております,、はいうすえー、会場であのおかげさまですべての商品が完売になったんですけれどもその商品3種類「激、はいうん、論記念コージーセンス衝撃のコージークリアファイルセット」「激論で乾いたお口にコージー タンブラーこちらをですね今受注販売をお受けしております、はい、え完全受注ですのでお届け8月中旬以降予定していますえ海外へのご配送を受たまることできませんのでご了承くださいはい、はいえー。鎌倉市のあきらさんという方ですかね、えー、7月7日にタンブラーの購入を申し込みましたという。ありがとうございます 1>, 1ヶ月ぐらい前に新業さんの大変熱のこもった説明を聞き写真を見たら素敵なデザインで値段も納得だったんで買いました<ら>特に色が気に入っております、はい、届いたら冷たい飲み物を入れて毎日使います <laughs> といただきました嬉しい,いですありがとうございます,います、えー、タンブラーのデザインもね、含めて全て、はい こだわりにこだわり,こだわりにこだわって私の大好きなこう特撮作品をオマージュして、はい、もうね、うん、やっぱりそれだけ愛情込めて作ったので私も家でタンブラーであのお水飲んだりとか使ってますけどんやっぱりより一層お水が美味しく感じられますね気持ちの部分が美味しいな、ね、やっぱこのタンブラーで飲むとって思っちゃいますね。 これ冷たいのついてるもん、ね、蓋ついてるので持ち運びもできますので職場に持って行ったりとかご自宅でも、ねうん、もちろん活用していただければすごく嬉しい三つ3種類の商品センスクリアファイルセットタンブラー、えー、ぜひです、ね、あのホームページでちょっとご覧いただいてどういうデザインかなというのを見ながら、えー、ご決断いただければと思いますが、えー、なんと言っても今週末日曜日から月曜日 曜日に日付が変わる直前で、えー、一旦ね受付はストップとそうなんですありますよろしければぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあで今週末ねいろいろこうアニバーサリーがあるんだねということをねあのスタッフとも、うん、打ち合わせで話してたんですがあの明日かなファミコン ファミリーコンピューター、発売からちょうど40年になるんだ、はあ、え、そうなんですかそうそうそう,そう,そう。あ、じゃあ飯田さん、ファミコンとほとんど同い年なんですね。あ、そうだね。そういうことになるんね。そういうことになりますよね。うん。ファミコンは1983年の7月15日に発売になったということで、<ー>えー、世界で6191万台、ソフトは5億本以上を売り上げると大ヒットを記録したということで、え、ここでもね、何度かお話し,しましたけれども、スーパーマリオブラザーズが非常にヒットしていた時期に私は、 ファミコンを初めて手にしていたんですがあまりのヒットにそれを,を買うことができず親父があのクニクドサグで買ってきたのがドナルドランドというですねドドナルとってもあのディズニーのドナルドではなくてあのマクドナルドのドナルドが主人公でリンゴ爆弾というのを投げて敵を倒すというですねわ <laughs> か,からないステージをクリアするとマックのお店に行ってチキンナゲットとか、ね、<う>ハンバーガーを買ってパラメーターを回復するというね。 すいやーでもあの時期でやっぱ、あのー、日本が景気が良かったってのもあるんだけどもうとにかくひ何でもいいから作れみたいな感じでいろんなものが出てて <laughs> だって題材にしたのにね、うん、あのほら歴史の教科書で習うさ「一揆」ってあるじゃない 一向一とか、ね、あ,あの庶民が農民がですねこう武力でもってこう殿様とかにこう自分たちの要求を叶えさせ、はい、一揆っていうのが、うん、ゲームであったんだよ何するんですかそれ一揆するんだよ <laughs> で一揆してどうするんですか,かスクロールのゲームでさあの城に向かって攻め入っていくっていうで竹槍とか持ってやるみたいなさ <laughs> いやいやいや、大真面目にそういうゲームがいっぱいあったんだぜ。えぇ、ー、そ,うそ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 う。<laughs> ボートビア殺人事件とかね <laughs> <laughs> ちと。タイトルからしてなんか尖ってますよね、だいぶ。尖ってるよね<ー>あ。そんな話もありますが、ね <laughs> ええ、そんな週末を迎えるという、3連休何しますかは、後ほどの、ね、8時からの番組のテーマだそうでございます。はい、この後は10生放送です。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メールやツイッターでぜひお寄せいただければと思いますいやあのねいろ,いろメールやツイッターでね示唆をいただいて本当に助かるのが、はい、何言ってるんですかと7月15日あなた大切なことを忘れてるじゃないかと、はい、日本放送の社員だろうとそうなんですよ日本放送開局記念日が7月15日で まして後ほどあの詳しいねお知らせはするんですけれどもおっしゃる通りでしてこれを忘れてファミコンの話ばっかりしてたらお前何やってんだ会社に失格ですそういうことだよねマ室長やめろやめろやめろ今日はそうだよき次の番組があるから来てんだよやべえそうですよちゃんと言いましたよここで今ここでねよ開業記念日取って付けたようにおう待て待て待て取って付けたって言わなきゃわかんない言わなきゃわかんないださ。 <laughs> さて、えー、今朝のコメンテーターは、あー 外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。この後、6時半過ぎからご登場。えー、まずはあ、北朝鮮のミサイル発射についてですが、国連安保理緊急の公開会合を今日開催するというニュースが入ってきました。それから、あー日本と EU の共同声明で、えー、日本産の食品の輸入規制、来月にも撤廃へということになっております。まあ、さらには、この岸田総理大臣のね、一連のヨーロッパ歴法、NATO 首脳会議につ ついての総括もお願いしております、えー、そして与野党が大雨の被害をめぐって閉会中審査開催で合意というニュースさらには米中の外交トップが、えー、アセアの拡大会合拡大外相会議のタイミングでまた会談をしたというニュースも取り上げますそして教えてニュースキーワードのゾーンは、えー、この後16日からは今度は岸田総理中東を訪問するというニュース、えー、さらにはスクープアップ日本の人材難人人手不足を考えるというニュースも取り上げてまいります ます、えー。いただいたオピニオン、この後ご紹介いたします。たくさんのオピニオンお待ちしております。ここが気になるのコーナーです。スタジオを長官隠しが入ってまいりました。 ええー、まあ今日のお紙面はバラバラというところであります。ええー、まずは読売トップはサウジと外相戦略対話、あ設立合意へエネルギー安定供給狙いとえいうことでですね。あのー、中東歴訪16日から岸田総理大臣出発するということでありまして、まあこれに関しては後ほど、えー、今日のコメンテーターの宮脚邦彦さんとね、えー、掘り下げていこうと思っておりますが、あサウジアラビアと間で、えー、外相 レベルの戦略対応を設立するとうんそれから湾岸協力会議というペルシャ湾岸の6カ国で作る協議、えー、体と外相会合を定例化する方向で調整に入ったというようなことが出てきております。 えー、それからですね、万博について毎日新聞、海外パビリオン申請ゼロ万博協会建設代行提案25年大阪という見出しがついております。えー、再来年2025年に大阪、関西万博、大阪のね、夢島というところで行われますけれども、えー、ここに、えー おいて、まあ、あの、海外の各国がパビリオンをね、えー、建設すると、まあ、そのやり方もいろいろあって、あの、自分で費用負担して自分たちで、自分たちのデザインで作るっていう形と、それから、あのー、まあ、会が建てた建物を利用するっていう、テナント的に入るっていう形、それから、教会が建設して、まあ、いくつかの国と地域で共同使用する、まあ、ああ、ね、一国で、えー、一つのテナントじゃなくてという形と、の三つあるそうなんですけれども、この、 自分たちで作って自分たちでカスタマイズするっていう方が、えー、今申請がまだゼロなんだと。で、これ来年の7月ぐらいまでに建てて、で、あとは25年に向けては内装をやるみたいなのが、えー、スケジュールになってるんだけれども、今の段階でまだあの建物を建てるその仮設の申請すら出てないっていうのはまずいぞということで、緊急会見があったということです。これ結構あの各種社会面でね、取り上げられたりもしております。それから日本と EU の間の首脳 会合を、えー、行われましたまあこれも後ほどね取り上げますけれども産経一面は日 EU 戦略対話創設首脳声明安保で外相級協議と、えー、いうことが出てきておりますそれからですね朝日新聞の一面トップは昨日の自民党の税制調査会の非公式の幹部会合いわゆるインナー会合というやつについてです、えー、一面トップ防衛増税先送り交参大自民税庁25年以降方針ということでまあこれはあのー、実はほで太の 基本方針というね、え経済財政運営の基本方針という、まあ、来年度の税制だとか、あるいは予算編成の一番最初の叩き台になる、まあ、ここが一番最初のバトルの場だというふうに言われているもの、まあ、その骨太の方針の中に、今までは来年度24年度から、え法人税等々ね、防衛費の年出のために、え上げるんだということが言われてましたが、えこれをですね、さらに1年後ろ倒しにするぞ、みたいな、えそれもでき でるぞみたたいいいいいななな文言がが入っっていててこれはは来年は増税しないサインかという,ふうにんす時間がないというふうにね、えー、この宮沢洋一税調会長はあ記者団に対しておっしゃってましたけれども、まあ、時間がないというよりは事情が変わってきたというところがこれ大きくって、まあ、あの解散風が吹いてそれがやんだというのが6月の通常国会の末にありましたけれども、じゃあ今度、 秋のね、えー、臨時国会で解散をしようかどうしようかというあたり、その秋の臨時国会で、えー、増税に関してのですね、法案通さないと、次の予算編成の中でそれを追い込めないというのがあるんで、えー、秋からですね、すでに増税の議論が始まるんじゃないかということが言われてました。ところがこれを1年後ろ倒しにすれば、秋解散で増税のテーマがなくなる。あるいは、その先の、えー、通常国会の予算編成の中で、えー 増税の話がなくなってくるので解散が打ちやすくなるんじゃないかといろんな憶測が出てまいります。えー、そして気になるニュースですけれども、今週末はね、本当その、いろいろなね、えー、ことが予定されておりますが、一つ、あの、2016年の熊本地震でですね、熊本県の第三セクターの南阿蘇鉄道というところが、まあ、被災をしました。特に、あの、第一白川橋梁といいうですね、えー、川にかかっていた橋があー、壊れてしまって で、ここが、あのー、 動かないので、えー、JR のね、えぇ、ー、線とつながっているところというのが、えー、つなげられなくなってしまっていたと。まあ今、現状は高森駅と中松駅という間だけ、えー、まああのー、取り残されるような形で運行はしてるんですけれども、これをですね、JR の線路とつなげるっていうのが、ようやく、えー、明日あ、7月15日に全線再開となるということで、あのー、これはね、えー、あのー、先日う、熊本放送のね、えー、記者の方と、 つつないいいいででで、えー、話を聞たたたりももししました、まあ、あの豪雨災害についてというとうころが中心であったんですけれども、あのー、その後ね、スタッフが、えー、御礼のやり取りをしたところで、実は7月15日には、この南阿蘇鉄道も全線開業して、ここはね、あの、渓流をとことこ走るトロッコ列車っていうのが、あの震災の前結構有名で、あのー、ここにね、えー、お客さんもいっぱい来てたんですけれども、いよいよここは開通しますよ、トロッコ列車ぜひ、機会やったら乗りに来てください、というふうに、えー、言われていたんです。いや 本当ここもあの震災後すぐに私も取材に入ってえ道路も、大勢から鉄路もうーん落ちてしまっていて本当にい,やこれいつになったら再開できるんだろうなと思っていたんですがここまでの関係者の方々の努力というものをそしてやっぱあの乗ることによってね支えるというのがえ鉄道一番ですからえ夏に向けて今年の夏ねコロナも明けて間に合ったなという感じもございますこ。こが気になるでした ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日本と EU が共同声明日本産の食品の輸入規制を来月にも撤廃へ 岸田総理大臣は13日、訪問先のベルギーの首都ブリュッセルで、e、EU ・ヨーロッパ連合のミシェル大統領、フォンデアライエン委員長と会談しました。日本と EU は共同声明を発表し、EU 側は東京電力福島第一原発事故を受けた日本産食品の輸入規制の撤廃を表明。規制は来月にも完全に撤廃されることとなります。 また、外交・安全保障分野では、新たに外相クラスが定期協議する戦略対話の創設などを盛り込んだということです、まあ、この、ね、日本産食品の輸入規制、ようやくかというとでも、よくやったらということですよね、しかし、10年以上も前の話をね、これだけ引きずるということは、もう科学の話じゃないということですよ。私ははこの問問題題残念ながら政治化 今も政治問題化しようとしている国が一部だけど、どことか言いませんけど今回、この政治問題、なぜかというと、EU が日本けしからんって言ってんじゃないと思うんですよね、もちろんそういう国があるかもしれないけど、多くの国はですねやはり中国、最近でも a s セアンで、処理水を汚染水と呼んでるらしいですね。言っってんだ自分のがよぽど それは置い,といてでいて、ね、うんうん、そのような政治的な目的で動いている、はい、そうすると EU の中で、この問題の本質はおそらく。 すべてじゃないけども本質の一部は EU 内の対中政策についての波しじみのみだれ、はいえー、もしくはあのいろいろな意見があるということですよね。はいえー、今日新聞読んでたらドイツが対中政策について新しいペーパー、なんか60ページもずいぶん書くことあるなと思うんだけども、はい、<laughs> 作ったらしいと、はい、他方でまああの経済関係は維持するんだけども少、うん、しドイツとしては中国との関係 考えなさなきゃ考え考えなさなきゃいけないっていうことを言ってるわけね。かと思うと、うん、フランスみたいに対、はい、西洋と、ね、え太平洋違う違うに決まってんだよんな。そんなことが問題じゃねえだろうと。はい、そういう意味でその微妙な温度差があるから、うん、まあそれが今まで。 あの政治問題化させてしまった一つの理由だろうなと思う、その意味ではあの、どこの国とは言えないけど、近くの国がね、ええへへへ変なこと言ってるのは、<laughs> はい、そろそろあの孤立していくだろうなと、<ー>韓国もそんなこと言ってないでしょそうですね、ね野党は言ってるけれども、<coughs> うん、野党はまあ変なこと言ってるけども、政府としては、韓国政府としてはしっかり前向きに動いてますよね、えー、ですからその意味で、<coughs> まあ、あのようやく来たな よかったなとは思うんですけれども、あはい、同時に、えーのまあ、この政治問題は引き続き取り上げる国があるだろうなというような予感はしてますね。 これ今回ね、ねこの福島第一原発からのトリチウム水、処理水の放出に関して、はい、国際原子力機関、IAEA、e、が、ねうん、入って調査をし報告書を出しそ,、ね、そして事務局長がわざわざ来日もして、はい、説明もしたとこういう一連の国際機関も巻き込んでっていうのは、はい、やっぱこういう,こう EU の意思決定みたいなものに影響しますか 結局ウクライナ戦争の問題で、えーはい、日本は普通だったら。あのー まあそれほどこんなに前のめりにならないですよね。東アジアの例の問題があるから、はい、あの国の問題があるから、うん、ここまで日本はコミットしてるわけだけど、それは EU、もしくは NATO からすればですね、はい、全く今まで日本との付き合い方が変わってくるわけですよね。あ<ー>うん、ですからそれを、はい、政治問題での,この連携が強まったことそれに IAEA のお墨付きがあった。うんしかも11 10年以上経っている。 いろいろなことが総合的にあのこの決断に至ったんだろうと思うんでこれはあの日本外交の進展の一歩だと思います NATO だとかヨーロッパからしても、まあ、ウクライナの話にこれだけコミットしてくるんだから僕らも。 アジアに関してしっかりコミットしなければと、えー、やはりね、G7 が、ねはいえー、NATO の,あの首脳会談の前にありましたねあそこで、はい、あの日本の首相が並んでるわけですよ、うんこんな光景はちょっとね、今まで考えもつかなかったことですから、うんまあ、その意味でやるべきことをちゃんとやっているんだろうなという気がしますあしかもね、はい、議長今年は議長国であるということもあるんで、そ<う>そのウクライナに関しての G7 として支えるぞというのの一 一番最初踏みをちょっと来いって言って、岸田さんがまず説明をするってところから始まあのバイデンさんも、あのはい、現行にないけれども、岸田さん、立ち上がったと、うん日本は立ち上がったと、こう言ってるわけですよね、まあ、そこら辺が大きな変化だなというふうに思いますあ、まあ、この NATO 首脳会議の、ねえー、成果等々については、指示をまたいでお話をいただこうと思っております、はいえー、飯田浩二の、OK、浩二アップニュース7時またぎです。 さあ NATO 首脳会議の話が出てきました、はいまあ、このブリュッセルに行く前にね、ね、えー、岸田さん、えー、リトアニアの首都ビリニュースというところで行われた、はい、NATO 首脳会議に出席しました。 まあ、あのー、焦点は、一つはスウェーデンの国ですね、はいあ。はいこれはい。こトルコがついに OK を言ったと。まあこれ当然なんですけれども、もう一つは、その、新聞なんか読んでると、はい、まあ、ゼレンスキーさんが来る前にね、はい、ね、これはこの、こあの全然、その、おー、 NATO 加盟についてのプロセス、うんはい、もしくはその道順等々が明確になってないんで、うんはい、非常に強い不満を表明していてで、ねで、今回もそこまでいかなかったっていう、まあはい、どっちかというと悲観的な書きぶりも、うん、報道にはあるんですけどね、うんはい、私に合わせればね、えー、この加盟なんて無理ですよ。無理 あと今、戦争やってるんですからね、戦争をやってる国を加盟させたら、はい、そしたら、これ、ナト t 化しちゃうわけだから、NATO、ええとロシアがささかなきゃいけなくなるわけですよ、ええ、集団的自衛権の行使ですか。問題は、のじゃもう少し色つけてよと。 いいいう気持ちははわからないではなで、うん、手続きは始めてほしいとかね、はい、それから具体的な見通し、いつごろまでにどういう条件があったらもう少し詳しく教えてよと言いたい気持ちはゼレンスキーさんにあるだろうと思うしそれは正当なんだけど、うん、いや,やっぱり、ね、このウクライナ戦争の本質っていうのは核兵器を持つ。 ロシアが相手だということですよね、はい、これについてはいろいろな議論があるかもしれないけれどもやはり慎重に対応するのは当たり前の話なんですよ、うん、ですからあのゼレンスキーさんはそれをし分かってないでやってるなんて私はとんでも思えないで分かってててそ、うん、らくあの本当に欲しいのは他のことかもしれない。 それは何かと言ったら、まあ、ギリギリ、その、加盟交渉開始条件はないけれど、それに匹敵するようなまあ支援。うんうん、特に持続的なね。えー、今後も続くんだと。という、まあ、リップサービスとしては、NATO 側は、はい、あのアメリカも含めてしていますよねうんで。あともう一つ欲しいのは、おそらく武器ですよ。うんうん、この戦争っていうのは、いつも言うことですけど、えー、戦場で決まるんで、えー、うんどんなにその、 異性の良い,いこと言ってくれてもね、支援しますよなんて言ってくれたって玉がだけしょうがないわけですよ。その意味では、引き続き武器を欲しいということをおそらく水面下では議論をしているんだろうと思います。ーまあ実際に NATO 軍がねえーえー入ってくるわけにはいかないんで、武器だけなるわけですけど、それでもじゃあ反転攻勢どうなったの全然動かないんじゃないかと、こういう人もいるかもしれません。でもね よく考えてみたらね、私昔よく言われたの覚えてるけど、はい、陸上戦闘で特にそうですけれども、はい、守る側と攻める側がもしあった場合に、うんはい、攻める側は基本的に守る側の3倍の兵力が必要なんですよ。3倍 1>,、うん、?1 対1はダメなんです。2>, うん、2倍でもダメな、うんです。普通3倍って言われている。もちろん、それ言われたのはもう何十年も前だから、うん、あの少しは変わってるかもしれないけど、基本的に変わっていない 部分があるとすればね、はい、私今、今、ウクライナ軍は3倍持ってると思わないでしょ、ロシア側の3倍は、ロシア側の3倍は僕はないと思います、だってロシアって相当入れてるしね、ねロシアはね。ねはい 攻撃はハンバーガーエクソかもしれないけど、地雷依源とかね、乱暴、うん、を掘ったり、はい、まあそれでもあの簡単に突破される部分もあるけれども、相当あのうまくやってるわけですよ。ということはね、そんな簡単にうまくいかないの、ですから、そこはもうウクライナ、よく分かった上で、はい、えで、引き続き武器をちょうだいね、弾薬をちょうだいね、えー そして、今すぐに入れてくれなくてもしょうがないけれども、引き続きよろしくねと、こういうことだと、私は思います実際ね、この,あの首脳の発言であるとか、文章を見ても、長、はい、射程のものを出すんだと、イ、はい、タグムスというものとか、あるいは F16 戦闘機、<う>これはまあ、クラスター爆弾もそうですね。クラスター爆弾もまあ人道的にどうだって話はあったけれども、<う>アメリカは決断しましたね。でも、ロシア側って使ってるんでしょそうですよね。うん、だから、それはまあ。 その戦場である程度結果を出さなきゃいけないという、まあ、苦渋な選択だと思いますけど、ね、うんまあ、でこの地上戦がそれだけ、まあ膠着するということになってくると、うん、これは長引くことも覚悟しながら、この声明全体で見えることは、はい、これはあのウクライナの加盟とかいうのは先の話かもしれないけど、戦争が終わらないと話にならないよね、とだけど戦争終わりそうもないよね、とだったら続ける。 どこまで続くか我慢比べやるしかないよねという方向に動いているんだろうと私は思います、ねでまあ、NATO もそうですけど G7 として支えるんだというところで、まあうん、声明を出しそしてあとはまあ2国間でウクライナとの間でそれぞれやりましょうという形でしたけれども、まあ、G7 が、まあ、ある意味表に立って支えるんだというのをアピールしたこれだけ、ね、G7 が明確な姿勢を示したのは僕は初めてだと思うので、うん、面白いな、すごいな 出口を日本がそういうことです。うーんええー、ニュース、新またぎ。まあ、総理のヨーロッパの歴訪、おお、イユーとの関係、そして、ナトー氏の会議、お話しいただきました。おはよう、ニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。与野党が大雨の被害をめぐって、閉会中審査の開催で合意。九州北部や北陸など、全国各地の大雨被害を受け。 自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し、衆議院の災害対策特別委員会の閉会中審査を行うことで合意しました。日程は今後調整するということです。大雨をめぐっては13日午前にかけ、北陸で記録的な大雨に見舞われ、土砂災害が発生。10日には福岡県と大分県で大雨の特別警報が発表され、各地で土砂災害が起きています。 なお前線の北上に伴って明日15日から16日日曜日頃にかけては東北で大雨の恐れがあると見られておりますえこの梅雨前線の影響でえ各地でねえ大雨が降っております、えー、北陸では今日雷を伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見通しでえ気象庁は夕方にかけて土砂災害へ厳重に警戒するよう呼びかけています また東北では明日からあさってにかけて大雨となる恐れがあり土砂災害や低い土地の浸水川の増水や氾濫への警戒を呼びかけていますそして関東甲信ではこれまでに降った雨により地盤が緩んでいるところがあります今日昼前にかけて土砂災害に警戒し夜の初め頃にかけて雷や竜巻などの激しい突風、氷に注意が必要です現在大雨警報が 石川県、富山県、新潟県、茨城県に出されています。また5段階の警戒レベルのうち、レベル4の土砂災害警戒情報が富山県と新潟県のそれぞれ一部に、レベル4の避難指示が大分県、佐賀県、福岡県のそれぞれ一部に出されております。 えー、このところは本当に線状降水帯が、ね、各地で発生したりなと、えー、本当に気候はどうなっちゃったんでしょうねそして関東なんかも、まあ、ゲリラ豪雨だとか、ね、そういったところもと短、うんまあ、時間に大,大雨というか、ね、まとまった雨が降ると本当排水能力を超えてしまったりなかしますからね,ね、まあ、今までなかったことが起きつつあるということで、うん、インフラの、ね、整備が大変だと思います。はいうん えまた、業生等々の、ね、避難情報等にも注意しながら命を守る行動をとってください、えー、では続いて取り上げるニュースこちらです米中外交トップ会談今後の対話継続で一致 アメリカのブリンケン国務長官と中国の外交トップ王毅共産党政治局員は13日 ASEAN= アア東南アジア諸国連合の関連外相会議が開かれているジャカルタで会談しましたなお両氏は今後の対話継続で一致したということです 二国間や地域、世界規模の問題について、率直かつ建設的な議論を行ったということだそうです、はい。対話継続で一致したってことは何も合意しなかったっていうことですよね。はい、何も合意しなかった。喧嘩別れはしなかったっていうことですよね。ああ<ー>。率直かつ建設的ってことは言い合っただけっていうことですよね。はい、言い合っただけ。はい、そういうふうに、こう。はいはいええ だって、合意があればそれ発表するわけだから、あ確かにそうですね,ね発表するもんないんだから、<laughs> ですから、もう中国側、中国側で言うことがも決まっていて、はい、アメリカ側も決まっていて、うん、やったら、どれも噛み合わなかったと、続きやろうねと、なぜ続きが必要かというとね、はい、当たり前なんですよ。 これ、要するに、まあ、昔ね、米中の関係が悪くなったからこれは冷戦じゃねえんだと、こういう議論がありましたよね。はい。でも、まあ、これが冷戦じゃなかったら一体どれが冷戦だと。うんだって、これの話し合いすれば仲直りするかとか仲良くなるわけじゃないわけで。はい。今は殴り合いの喧嘩はやめようねと。あ<ー>せいぜい罵り合いでやめとこうねと。ううん、ね。ガチンコになるのはやめましょうという意味で、 両者が対話を続けるということが大事なんですよ、これが信頼情勢であって、はい、それって冷戦時代の米ソと同じですよ、これは悪いい<ー>悪いじゃないですよ、えー、そうやって、えー、米中関係をこれから管理していかなきゃいけない時代に入ったということだと思うんですね、でこの、<笑>,笑っちゃいけないんだけど、はい、米中外交トップ会談って、これも、まあ、ようまくいったなと思うんだけど、えー、要するに、米中外相会談じゃないのよ外相じゃないですね、ね確かにね。なぜかかわります えー、外省じゃ、うん、経験がないんですかす、ね、彼大木さん外相だった元々外省ですよねしの人ねその後はどうしたかと、はい、外交担当の国務委員、はい、国務委員というのはこれ、えーえー あの副首相級だだっっててことになってるわけだねお<ー>ね偉くなってるんで偉くなすた、ねはい、それでもね今はね政治局員政治局員って25人しかいないんですあ<ー>ようやく政治局の中に、はい、25人の中に外交が専門としてる人が入った、えーえー、私はお覚えてる限りでは数少ない例の一つですよねああこれ前任の外交トップと言われた楊潔氏でも政治局員まではいったかどうかっていうことですか 自信がないですが、とにかく何が言いたいかというと、日本の閣僚って何人います、何人でしょ確かにそうですね、19人、20人ぐらいですね。ということは、せいぜいカウンターパート的に考えたら、それは国務院の外交部長でもないし、それこそ国務院の副首相級でもなくて、政治局員の外交担当が本当の外相なんですよ。 あだ日本のメディアが外交部長のことを、うん、外相っていうのは本当はでも、まあ、外相なんですよ。外ら彼らは3人いるわけ。人いる,わけ人いるで,、ね、いるわけでうまく使い分けて、今回は外相出そうと思ったら外相が確かコロナになっちゃったでしょなんかそうですよね、うんうん、体調不良でっていう話それでじゃあ聞くかということになったんだろうと、それはそれでいいんですよ、ただ大木さんでも政治局員になったとしてもですよ、はい、私に言わせりゃね。はい 彼にあのおそらくも物事を決定する権限ないと思う、共産党の中に入ってるから前よりは力があると思いますけどね、はい、あのお,おそらくブリンケンさんが、はい、あの相当あのバイデン大統領にいろいろな進言をしたり話をしたりするという意味ではブリンケンさんのほが私は自主的な政策決定能力はで権限はあると思います。あ<ー>だけどもようやくその外交、はい トップ、すなわち政治局の外交担当と、うん、それから国務長官がやっと、はい、まあこういう形であって、えー、結構なことだと思いますけど、結論は出ない。出ない。ああ、やっぱこれはもうこういう国、中国にとってはトップの習近平氏の意向だけ。 ですから、うん、まあ、それは、あの、当然なんですけどね。ですから、うん、この後、あの、まあ、よく報道であるのは、次の、ええ、米中首脳会談への地ならしとか言ってる、るならしってなんだかよくわかんないけどね。はい、まあ、要するに準備はするんでしょうけど、<laughs> まあ、普通、昔だったらね、中国が、あの、うん、首脳会談やる。 そうするとなんか文章を作りましょうってって。はいで。文章を一生懸命やってね、いろんな紙があるかどうかは別として、うん、はい。で、やったからやらなかったと、こういう議論をしてたんだけど、今は今もう文章なんか作れないじゃん 合意点があまりにも少ないからうそうするとやはりあの昔のような首脳会談への地の嵐とかいうイメージよりもね、はい、とにかくどうやってマネージしていくか中国だってこの決して楽じゃないですよ、ね、今回ねあの日本じゃ報じられてないんだけども、はい、今朝の C N N、CNN 昨日あったかな見てたら、はい、要するに最近、中国系のハッカーが うん政府がどのくらい関与しているか知りませんよ、はい、中国系のハッカーがアメリカの政府の関係者の発見をやってるんですよね、はい、その中に、商務長官がいるわけですよ。 おお<ー>レモンド氏ですか彼女のところにね、えー、まあ、集中攻撃してて、これマイクロソフトかなんか言ってるんだけども、<ー>これをまたあの、ブリンケンさん取り上げて、<ー>これ続けたらたどうなるか分かってんだろうなと言わんばかりの、 コンセクエンスがあるぞと、結果が出る、結果が伴うぞと、こういう言い方をしてるんで、<ー>まあ、決してその両者がですね、歩<ー>み寄って、これは方向性をね、はいえー、一つにしていこうっていう雰囲気じゃなかったというふうに。 アメリカでは報じられてましたね。なるほど。はい、まあレモンド氏商務長官というと、まあ一番最初に中国側があの対話をしようとしたのはこういうこう経済系の閣僚ですよね。うん、だけどやはりあの半導体等々で、はい、いろいろ中国に対して厳しい措置を取っているでしょ。はい、だからそれ情報を集めたいわけですよ。なるほど。はい、それで彼彼女のあのー、メールアドレスとかそこら辺発見をやってるらしいんですね。はい、うんまあもちろんその報道でしかないんだけれども。ーーまあだ としたら引き続きどっちもどっちやなと。 なるほど。これ、中国とのその対話のフェーズというか、レイヤーとして、まあ、この経済目系の面があって、そして今、外交でブリンケンして、オやってると。もう一つ、国防の面というのは、これ、全く止まってますよね。止まってますよね。彼らやる気全くないですね。やる気全くないですか。ないと思いますね。まあ、それは、あの、表向きはね、制裁されてんだから、うん、うん、はい。国防長官。国防長中国の軍としてはね、今、アメリカとなんか話して妥協する気なんてもないと思う。とにかく追いつきたいから。 追いつきたいときは妥協なんかしませんよ、追い抜いてから妥協するけど、うんうん、私だったらね。なるほど、うん、と考えると、今、軍は動かない、はい、そして政治的には止まったままで、経済が動くかなと思ったら、経済もだめと、ねうん、じゃあ、八方塞がりだよね、じゃあもう対話を継続するしかねえなとなるほどいうことだと思います。う えー、おはようニュースネットワーク、大雨に関する閉会中審査、そして米中の外交トップ会談、えー、米中関係についてもお話をいただきました。 そして来週のコメンテーターの皆さん、17日月曜日、海の日、評論家宮崎哲也さん、18日火曜日、国際政治学者細谷雄一さん、19日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん、20日木曜日、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、そして21日金曜日は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、 日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは没入から共存へ変わる音の世界体験レポート担当は小永和夫記者ですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください来週も飯田康二の OK 康二アップをよろしくお願いします 続いて教えてニュースキーワードです岸田総理が16日から初の中東訪問政府は岸田総理大臣が今月16日から19日の日程でサウジアラビア UAE アラブ首長国連邦カタールの中東3カ国を訪問すると発表しました各国首脳との会談ではエネルギーの安定供給を働きかけるほか脱炭素での協力を深めることを目指す方針です 日本の総理大臣の中東訪問は2022年え2020年の1月以来およそ3年半ぶりで、岸田総理にとっては初めての中東訪問となります。コロナ以来なんですね。うん、まあ,あ2020年という。 当時はね、はいえー、まだイスラエルとアラブ諸国はあまりよくなくて、<ー>そしてサウジとイランもよくなくて、はい、サウジはイエメンに戦争介入して、はい、まあどちらかというと混沌としていた時代ですよね、えー、今何が起きているかというと、はい、2021年にアメリカがアフガニスタンから撤退をしました、あはい、そして各国は、あアメリカはもうこれかい。 インド太平洋海、中国に行っちゃうのねと。うそうしたらば、あ、アメリカ出ていくのねと。はい、中東からう。そうしたら俺たちの安全保障どうなるんだろうと。まあみんな心配するわけです。イスラエルもそうだし、サウジもそうだしね。はいで。イランはクック,クククってやってたとクルチャンスだとこうなか <laughs> う出てる。そこで大きな動きではないけれども、はい、一見、 小さく見えるけど、水面下で、みんなどのようにして自分たちの安全保障を最大化するか、これを確保するかでですね、微妙なこの外交活動が動いている。保険かけ合ってるわけですよ。ですから、その後で何が起きたかというと、イスラエルと湾岸諸国、一部の湾岸諸国とアブラハム合意という形で関係が改善している。それから最近ではサウジアラビアとイランも関係改善がしている。 そして逆にイランとの関係ではサウジは怖いんだけれども、はい、アメリカに頼れないアメリカバイデンと、えーね、サウジの皇太子さんの関係めちゃくちゃ悪いしあ、はいまあ、そういう意味でサウジもいろいろ考えた末で新しい安全保障のあり方を考えなきゃいかん。はい ということででみんんな保険かけ,かけまくってんですよんこれはねあの、何十年ぶりかで、えー、イランがあ革命が起きた1978年以来、やっぱり大きな動きの一つだと思うんですよね、はい、の中東湾岸地域が変わっていくときに、この総理日本の総理が行かれるっていうのは、極めてタイミングとしては重要ないい時期だと思いますこれでね、一方でその、イスラエルは、うん、まあ政権が交代してということもありますけれども、はい、そのイランとの間はかなり懸案 見学ですよ、イランはもうこのまま行ったら下手すると、核武装しますからね、今もう一部、部分的ではあるけれども、イランの濃縮、ウランの濃縮、イランの濃縮、これ、84、ントまで行ってるはずです、9割行けば、核爆弾のレベルですから、それはもうこれからその方向に向かっていく、これをなんとか止めたい、イスラエルには、しかしあんまり その直接攻撃もできないしどうするんだと<ー>いうことでイスラエルもサウジアラビアもイランもみんな浮き足立っている、うん、この時に日本がやるべきことをやればいいなと思ってはいます。 さあ、続いては、ここだけニュース、スクープアップ。ちょっと、ニヤッとされましたね。そうそう。もう、最近は、そうなんですよ。ツイッターでもね、いよいよ来るぞ、来るぞ、来るぞ。スクープアップ来るぞと。よ。いやいやいや、この三宅さんとのやりとりがいいんだそうなのそんな未見にしやすい。じゃあ行きましょう。ニコ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 。では、この時間、最後のニュースを。噛むなあ、スクープアップ

えー、昨日の産経新聞のコラム、ワールドウォッチ、三宅さん各週で書いてらっしゃいます。今朝のコメンテーター、三宅邦彦さんは、自衛隊の求人難、それから外務省職員の相次ぐ退職、働き方改革の功と財というものを、まあ、痛感されたそうですが、うんえー、この時間、日本の人材難だとか人手不足について考えてまいります。 やっぱりね、はい、あの人口減ってるっていうのは、まあ、分かってたんですけどもとにかく最近の若い人の,その生き様というか仕事の仕方がね、はいうん、我々のなゃいけ私の。えー 世代である、その昭和のと,っと微妙に違う、微妙どころか a い違うわけだ。我々はまあぼーっとしてて、と入って、なんとなくうーんってやって、ちょっとしたらもう、そうじゃないんですね。やっぱりやりたいことは決まっていて、それやらなかやれないんだったらやめちゃう。 っていいう人が多いわけですよで、まあ、外務省でもね、まあはい、防衛省は防衛省でああの、やはり組織ですから、若い人が、えー、特に価値観がね、はい、しっかりしている人たちがいるんだけども、それがなかなか難しい、リクルーとか、外務省は外務省でも、20代の後半、35になる前に、じゃあやめちまうっていうのが多いんですって。 空洞化が進んじゃうわけですよね、はい、で管理職はあの残業してもいいわけでしょ、若い、えー、人は、えー、残業しちゃいけないわけでしょ、若い人がいなくなっちゃうから、残業全部管理職やってるんだって、かわいそう、ね、管理職ないと思ったらやっぱあるんだね。というわけで、えー、このままいくとですね、えー、優秀な人材は官僚組織にいなくなる。 もしくは大企業にも下手したらいなくなる。外国に行っちゃう。ううこういう風になったらね、ますます日本の競争力は落ちてしまうんで、もう心配で心配で。で、思わず、えー、ワールドワッチなのに全然関係ないみたいなものを書いてしまったん この,、ね、あのコラムを読みますと、はい、広島の呉というところを訪れたという話をされてましたが、はいえー、呉市からです、ね、メールをいただきましたあこちらは HG テルさんという方ですが、えー、この前、えー、三宅さんのお話を聞ける機会に恵まれてなんと質問までできました生の三宅さんが真摯に答えてくだ、えー、さっておよそ2時間あっという間に過ぎ去って感謝感激でした。えー、いわわゆる知性学がよくかりりました大変ありがとうございます またお会いできることを楽しみにしております。<は>ありがとうございまししたまあ、ね、本当にあのクレで、ね、お話をしてその後、まあ 海上自衛隊の地方総監というやつの親しくさせていただいてるんで、話聞いたら大変ですよ、九州と瀬内海の山陽地域、それから四国全部、それから奈良県、和歌山県、大阪、これ全部、彼ら担当してるんですね、災害、もちろん部隊の維持も当然なんだけども、災害派遣から。 いろいろ全部すごいなと思って感心したんだけどそれにしても人が足りないと。えー、あ、うん、あ、本当ミニスマされましたね。海上自衛隊は特にやっぱりこう一旦ね、えー、<う>船出すと長い間任務に作っていうことがあると。であそこね東京都の、はい、あの沖ノ鳥島あれも担当なんだって。あ、あれもそうなんですか、えー。すごいですよ。<laughs> ほうものすごい会期を、うん、すごい会期を担当することになると、ね。頭が下がったんですけれども、えー、同時に、えー、この人材な人手不足をなんとかしないとね、はいこのに、次の世代、次の次の世代に、バトンを渡していけなくなっちゃうんじゃないかと、すごい心配してるうんというのが実態でございま,したまあなんか、今までであれば、心意気でね、うん、えこなしていって、でまあ、それがこう何らかね、えー、国の役に立つとか、そ<う>あるいは政策 作になって実現するとかっていう風に、まあ、だんだん偉くなると、そういうところも見えてくるみたいなのがあったけれども。そ,そして、まあ、昔はね、役人だったら、はい、あ、あまりいい言葉じゃないけど、天下りっていうのがあって。ね、で、どっか就職するわけだ。はい。今、それ禁止でしょ。ええ、はい。形としてはね。<ー>だから、そしたら、あの、どうすんの。はい。あ<ー>うん、う本当に。 路頭に迷うとは言わないけれども、大変な時代、社会契約が変わっちゃったということですそのキャリアパスの見え方というか、見通しがつかないというところ若い人はね、これ、例えばシンガポールとかね、いろいろいい仕事場があるわけで、外国に抜けるわけですよ、ところがね、その時に私、聞いたの、驚いたのは、シンガポールは高度人材のビザがあるんですって、そのビザの要件が、条件がまた厳しくなって。その そのビザを <laughs> あ申請するには月当たりの月給が50万円ぐらい以上ないとだめなんだってで,でも日本の若い、ね、優秀な人でもこんな50万とか取ってないじゃないですか,確かにだからそのビザもいけない取れないとは<ー>どこ行くねよとしかも日本の、ね、給料安く安いからだから外国からもいい人材が来ないうんだから空洞化しちゃうんだろうなと思って 覚醒としましたよなるほど、はい、いやいろんなところでそのね人手不足っていうものがこれはもう公務員だけじゃなくて、えー、大企業も同じだということを聞きましたね、うん、まあその働き方改革っていうものでまあ残業に関してはこう規制がかかったりとかそうそうありましたけどこの中身の部分ですからそういう優位の人たちっていうのは残業、はい まあがめしゃらにやりゃいいってもんじゃないけれども自分でやりたいことがあったらしたらもうそれがだめだって言われたらじゃあもういいわって言って変えちゃうわけやめちゃうわけそうすると管理職が残業するおかししいでょ確かにでこれ高度プロフェッショナル人材っていう制度は実はあってただそれってあのこの働き方改革の法改正の時にものすごく批判されて残業青天井で働かせるための道具だって言って <で>うん、相当こう適応触手を絞っちゃってますよね、そ<う>トレーダーとかそ,のあ、ね、それは確かにそれでいいのかもしれないけれども、はい、この日本の国内の同調圧力っていうか、はい、みんなあの平等にやらなきゃいけないっていのはわかるけど、えー、やっぱりそういうあの意欲のある、野心のあるいい意味でね、うんうん、そういう人たちは、エリック まあ、いい意味のエリートですよね。はい。それはもうね、そういう制約がかけないでもう自由にやらすと。うん。それでバン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 そのいい仕事をさせて、その中から、はい。何か新しいビジネスを、はい、新しい技術を、うんこういうふうにやっていかないと、やっぱり先が見えないんじゃないかなと、うん。心配しているわけでございます。はい。えー、日本の人材難、人手不足、働き方というところをお話しいただきました。